おはようございます、夏目先生。もうみんな準備できてますよ。冠城さんが用意してくれたんです。ベートーベン先生と。え、誰？ロシーニ先生です、一応。お似合いです。15時からメインステージで演奏します。ハルムフィルハーモニー青空文化ホールでの最後の演奏になります。マエストロ、マイク準備してください。大丈夫です、本当に。お願いします。おはようございます。モーツァルト先生にバッハ先生。やっぱ帰るわ。見合ってたのにね。あ、お願いします。このコスプレは夏目さんの趣味ですか？あ、いや、あの、衣装は僕が決めたわけでは。失礼、今私にカルメンが降りてきてるので。なるほど。エスコートして。え？こんな格好で一人で外歩かせるつもり？